音楽に携わって活動している私が偉大な音楽家の功績を防備録として残したくこのシリーズを企画しました。自分の知っている範囲ではあるものの皆さんと共有し残していく活動をしたく制作します。音楽だけにとどまらない坂本龍一というミュージシャン。始まり。1949年東京で生まれた坂本龍一は幼少期から音楽の才能を示しました。彼の音楽への情熱は早くから芽生え、その独自の音楽的視野は彼が後に成し遂げることを予感させるものでした。成功の初期、若き日の坂本は革新的な音楽グループイエローマジックオーケストラの一員としてその名を世界に知らしめました。彼らのエレクトロニックミュージックは音楽業界に大きな影響を与え、多くのアーティストに影響を与えました。ソロキャリアと映画音楽。坂本がソロアーティストとしてのキャリアを積む中で、彼は映画音楽の作曲家としても成功を収めました。特に彼の作曲した戦場のメリークリスマスの音楽は広く称賛され、アカデミー賞を受賞しました。反核運動と環境保護。坂本龍一はただ音楽を作るだけでなく、社会的な課題にも積極的に取り組みました。特に彼が始めたストップ6カ所プロジェクトは反核運動の一環として注目を集めました。そしてこの活動は彼がモアトゥリーズを設立するきっかけとなりました。彼はノヌークスモアツリーズというスローガンを広め、人々に森林保全の重要性を訴えました。最近の活動と早すぎる生涯。坂本は病気と戦いながらも音楽と森林保全活動を続けました。彼が設立したモアトゥリーズはその命題を広め、すでに100万本以上の木を植えることに成功しています。彼の死後もこの活動は彼のビジョンを引き継いでいます。遺産。坂本龍一の音楽と彼の環境保護活動は今もなお多くの人に影響を与え続けています。彼の楽曲は世界中で聴かれ、その音楽的遺産は新たな世代の音楽家によって引き継がれています。同様にモアトゥリーズの活動は彼の環境への深い関心とコミットメントを反映しており、彼の存在がいかに多面的で影響力のあるものであったかを示しています。その業績と遺産は私たちの中に生き続けます。以上が坂本龍一さんの人生と音楽を記憶するほんの一部分です。これらの情報は彼の人生と業績をより深く理解し、適切に称えるためのものです。彼の音楽とその影響、そして彼が追求した社会的な課題への取り組みは、私たちがこれからも忘れてはならない大切な遺産です。貴重な時間を共有し、お聞きいただいたことに感謝します。